皆さんこんこにちは、サラです、えー、今日もリクエストをいただいた、えー、ドつよ剛さんとももクロのもた佳菜子さんの占いをしていきたいと思います。えっ、ー、とリクエストはですね、早速ですが、ドよし剛君とももクロのもた佳菜子さんの占いをお願いします。で、 えー、私は昔から近畿キ k i のファンで2人とも好きですが剛くん推しです熱愛報道がなかったのでびっくりしました交際相性を占っていただきたいですというねまあこれびっくりしましたね、あのー、いつでしたっけね1月8日ぐらいかなまあおそらく、あのー、最近の風潮として芸能人の年末年始の電撃結婚 っていうのはなんか定番化されてていっるる気がすすんですねでねまあ今年もねいろんな人出てくるんだろうなーって思ってたんですけどまあ元日に能登半島の地震があってうーんちょっと発表できなかったのかなーっていうね まあそんなふうに想像したりするんですけどそれでちょっとあの、まあ、時期をずらしたのかなっていう気もするんですけども、まあ、私は率直にこのお二人の結婚電撃結婚を聞いた時えっとびっくりしましたけどすごくねあのよかったなって思いましたね。うん、このお二人人から 嫌われる要素があんまりなさそうなね。そんな感じがするんですよ。私の印象としてね。えー、まあ、私の印象は後にして <laughs>。まず、堂本剛さんは44歳えー、牡羊座で誕生数が4。あの牡羊座の人っていうのはまあ方向性とかね。自分がどの方向に向かっていくのかっていうのをあんまり考えてないっていうか行動をする。 派ななのかなって思うんですよ、ね、まあ考えるより行動。だけどまあそのね誕生数4っていうのがね堅実とか保守的信頼性っていうねキーワードがあるのでうんなんかこう今はそのお羊座の質というよりもお羊座を超えてお牛座の経験をしてまあ クリエイティブな双子座とかねそういうところに今多分本人は来てると思うのでそのタイミングでのまあ今回の結婚っていうのはうんちょっと落ち着きたい気持ちっていうのもあったのかなっていう気がするんですねおそらく若い時はねそのお羊座の質がねあって、えー、ミシュランの世界でも果敢にチャレンジするっていうそういうエネルギーっていうのがあったと思いますね うん、まあただ誕生数4っていうキーワードがねあるので、まあ、コツコツとあの努力を積み、重ねて大きな目標を手に入れるっていうね。実務家的なところもあるんだろうなと思いますね。誕生数4の人は今までも言ってるんですけど、すごくね。あのまあ、自己管理能力とか誠実な人柄が。 周りのだからうーんまあ、今までもうもしかしたら結婚というものに憧れるというか家庭を持ちたいとかねそんな気持ちを持ってた気はするんですけどまあジャニーズ事務所っていうところでなかなか、うん、そういう。 方向に向かえなかったのかなっていう気もするんですねで、ももおくろの桃田かな子さんはカニ座で誕生数33いやーちょっとね、生年月日見てねあのー、まあびっくりしましたけどこの人はあのー、うん、とっても博愛的でで家庭的な人なんじゃないかなと思うんですねカニ、まあ、座の人っていうのは とてもねあの大切な人を守りたいというね防衛本能が働く人なんですよねだから、まあ、家庭を持てばもう家族をしっかり守っていくっていうそういうタイプの人なのかなって思うんですね。で誕生数33なので「地球規模の愛奉仕慈悲」というねキーワードがあります。聖母マリアののような愛の実践者で 優しさや思いやりがあるだけでなく勇気がある人っていうねとってもその博愛的で人に対しての思いやり愛情が深い人かなと思います私はねあの以前から桃色クローバーのその桃田かな子さんに対してはお顔がねとってもそのなんていうのかな人当たりのいい顔っていうんですかねうんだから。 いいい子なななんんだろううっっていう印象しかなかったんですよよくあるでしょうんかちょっとこの人意地悪そうみたいなねそういうのが彼女からは感じないなって思ってたのでまあ堂本剛さんと結婚っていうのを聞いた時にあ,あなんかいい人と結婚したなって思ったんですけどねまあこの人たちの相性としてはね いいいと思いますよ、まあ33という誕生数と蟹座っていうことで、まあ、もしかしたらちょっと感情的にこう揺れ動きやすい部分も百田孝菜子さんにはあるかもしれないけど堂本しさんの方がしっかりと自分っていうものを持ってるんじゃないかなって思うんですね。だかからなんかこう まあお互いがお互いの持っていないものをこう提供し合う関係で、まあ、パーートナととしてはいいいい相性なななんじゃないかなと思いますね全然その経緯とか鳴れ初めとかっていう情報はないけれどももクロの楽曲を堂と剛さんが一度提供したことがあるとかねそういう関係もあるんでしょうかね。 えっとまあリクエストは「相性を占っていただきたいです」っていうことなんですね。まあ交際をしていたっていうことが全然出てなかったので、まあ、突然のことで驚いたっていう人がほとんどだと思うんですね。でもド堂本剛さんね私なんかね何の番組だったのかな「A スタジオ」かなんかを見てあこの人すごく落ち着いて。 でうーんなんか自分自身と向き合ってる人だなぁまあ若い時は違うかったかもしれないけど最近はとてもこの自分の気持ちに正直に生きていこうとしてらっしゃるんだろうなぁっていうふうにねすごくなんかこう好感を持ったんですよねだから、まあ、まあその好感を持った人とこう もう高子さんいう、ね、あのかわいいおそらく人柄の良さそうな、ね、方との結婚だったので本当に私は「良かったな」っていうそういう言葉しか出なかったんですね。ネットニュース見ててもなんか「良かったね」とか「祝福」の声が多いっていうのは、まあ、お二人の人間性がいいんだろうなってこう敵を生まないっていうんですか。 うん、だから、まあ、芸能人でもアイドルでもこうやって祝福される方がねいるんだなって思うとまあもっともっとねあの結婚したいと思う人が結婚すればいいのになって思いますけどね、まあ、単純にねファンが減るから結婚はダメだとかねそういう考え方ってねもうなんか古い気がするんですけどね。ははい、えー、では お二人の関係性というか今後まあ相性から今後っていうのをタロットで見ていきますどんな風にちょっと出るかわかりませんけど読んでいきたいと思います うんこういう展開です。 えー、ドームと剛さんと桃田かな子さんの相性と、まあ、今後の関係性を展開してみましたうそうですねもうこのカードを見るとお互いがもう相思相愛で裏切らない関係性がこう感じられますね女帝から正義でねでまあ過去のねそのなれ初めはネットでは出てこなかったんですけど運命的な出会いっていうのを感じてるようなんですよね でまあ、10歳のカードが逆向いてるっていうことはもう後悔したくない気持ちがあったんじゃないかなと思いますでもう真実の恋愛っていうんですかね恋に出会えたっていうことで現実的に動いていきたいという気持ちが強かったまあファンの人には申し訳ないファンが減るとしても家庭を持つことを強く希望したんじゃないかなっていう気がするんですね だから、まあ、この2人はどっちかっていうとあの本当に相性もよくて運命的なものをビビビと感じたのかなっていう気がしますね。そして「相思相愛」で、まあ、どちらも誠実でこう裏切らないっていうね、まあ、これ本当に生、まあ、年月日見てもそうですけど、まあ、このカードの展開通りのご夫婦になっていかれるんじゃないかなっていう 気がしますね、うんまあね、あのー、ファンの人たちが減るかもしれないとかねあのー、もう二人ともそういう心配はしたかもしれないけどもうそれ以上に二人で家庭を築いていきたいっていう気持ちの方が強かったっていう。 応援してくれてるみたいだしまあ周りからの祝福も多いっていうことなのでまあ、これはやっぱり良かったんじゃないかなと思いますねまあ、この人たちお二人の人柄が本当にいいんじゃないかなって思いますこう裏切らない誠実性っていうのをとても感じるカード展開かなと思いますまあお二人末永く幸せになっていただきたいなと思います ということで、今日は、堂本剛さんと桃田かな子さんの相性と今後の関係性をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストがあればお寄せください。